線は東京都秋島市の灰島駅から東京都秋留野市の武蔵五日市駅までを結ぶ東日本旅客鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号は JC。東京地区の電車特定区間の路線の一つであり、大目線と八高線が接続する灰島駅から西へ伸び、東京都西部の秋島、福さ秋留野の各都市を結ぶ。 大梅線を介して中央線との直通列車も乗り入れる。ラインカラーは中央線、大梅線と共通のオレンジバーミリオンが使用されている。かつては、武蔵五日市駅から、灰島駅方面にあった三内信号国所まで、戻ってスイッチバックし、武蔵岩井駅に向かう岩石線があったが廃線となり、現在は、西東京バスの武蔵五日市駅松を、 つるつる温泉間の路線バスで代替している。武蔵五日市駅が廃線跡を活用する形で高架化、改築されたため、廃線跡は同駅手前に一部が残る程度である。全区間が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の東京近郊区間及び IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。全線が八王子市社の管轄である。 電化開通記念式典の様子立川灰島間の、急線と現在の大梅線の経路を表した地図、五日市線は、浅野財閥の私鉄五日市鉄道が建設したもので、ある。1930年に、立川駅灰島駅武蔵五日市駅武蔵、岩井駅間が全通し、立川駅灰島駅間は、大梅電気鉄道とは別の遠回りのルートで、並行していた。 1940年に同じく、浅野財閥の私鉄南部鉄道に合併され、同社の五日市線となったが、1944年に南部鉄道が戦時買収により国有化され、本路線も鉄道省の五日市線となった。その際、大梅線と並行指導周りとなっていた立川駅、灰島駅間は、不要不急線として休止され、戦後復活することはなかった。 ただし、立川駅武蔵上野原駅と、旧南部鉄道の武蔵上野原駅西立川駅間の線路は、現在も南部線、中央本線下り線との連絡線として利用されている。その他の配線跡については一部宅地化されているが、秋島市内の御鉄通りや新奥多摩街道の一部のように、道路として転用された区間もある。朝、夕の時間帯は、 約10から20分間隔、日中時間帯は30分間隔で運行されている。日中時間帯については、2015年3月のダイヤ改正により、20分間隔から30分間隔となった行動さん。日中はすべて、灰島駅武蔵五日市駅間の線内運転である。通勤時間帯は主に、立川駅までの直通運転、夜間は、 拝島発着の船内運転である。さらに、中央線を経由して、東京駅まで直通する列車も設定されている。これに加えて、土曜、休日には、朝に、新宿発武蔵五日市行きと、夕方に武蔵五日市発東京行きの、ホリデー快速空きが、我がおが、それぞれ3本運転される。中央線に直通する列車はすべて、大梅線大梅方面。 または、八高線駒川方面直通の列車と灰島駅で分割、併合する。これにより、中央線東京駅、五日市線内は基本的に6両編成である一方、ホリデー快速秋が和合全列車と同様、休日の下り快速列車の一本は五日市線内を4両編成で運行する。ホリデー快速きが和号すべて、 トヨタ車両センター所属の E233 系の6両編成で運行される。中央本線と共通のオレンジバーミリオンの帯が巻かれた電車が用いられる。E233 系は2007年3月18日のダイヤ改正から運用を開始し、平日朝の武蔵五日市初中央線直通の東京行に女性専用車が導入された。 2008年3月15日のダイヤ改正より、ドアの通年半自動扱いを開始した、報道1。五日市鉄道時代の車両については、五日市鉄道車両を、参照電車2019年度の時点で、JR 東日本自社による乗車人員集計の除外対象となる駅は、熊川駅のみである。本線武蔵五日市駅山内信号国所。 大久野駅、武蔵岩井駅本線立川駅、武蔵、上野原駅、高知駅、武蔵福島駅、南、中上駅、宮沢停留場、大庭駅、武蔵田中駅、南、拝島駅、拝島駅貨物支線武蔵田中駅、拝島玉川駅、灰宿下にある駅を除く。うちの数値は、拝島駅起点の営業記録。ありがとうございます。